はい、どうも、こんにちは、ゴールです。今回ですね、北欧ラッシュの周回編成紹介していこうと思います。やっていきましょう。A 側の編成難易度をね、比較的落としてます。はい、ちなみに A 側ね、ディオス3枚は必須なんで注意してください。1階層。ディオス使ってインディゴ。いつもの組み方してあげます。はい。まあ、こんな感じでね、組んでもらえれば、分割できるんでね。とりあえず2分割できれば何でも OK です。で、突破していきます。はい。で、1階層だけ、まあ、ちょっとインディゴのパズルがあって、2から6階層までは、ひたすらディオスを使うだけです。うん。まあ、めちゃくちゃ楽なのはね、もうね、見てもらったらわかる通りですね。本当にディオス使うだけなんで。で、まあ、そうだな、遅延耐性イベントなんだけど、まあ、一応、今回の北欧ラッシュプラス、24から25日にかけて、マシンラッシュも来ます。まあ、でもマシンラッシュってね、まあ、そんな上手くないっていうのもあるし、あと、北欧ラッシュは、まず、スルトが作れる、で、闇の奇跡台が、獲得できる。で、かつ、経験値が上手いっていう、この4大要素が詰まって、あ、4大要素 ?3 大要素、ごめんなさい。があるんですよね。この3つが本当に上手くて、北欧って。だからできることなら、北欧を回ることをお勧めします。組めるならね。うん。マシンやるよりかは、北欧やってもらった方が楽だし、いいと思う。うん。ただ、一応多分、マシンラッシュの周回編成も上げると思うんでね。まあ、もしよかったらね、そちらの方も、後でご覧いただける。後じゃない、ごめん。あさってね、ご覧いただければなと思います。はい。で、ここもディオス使っていきます。あ、まあ、あれで滑舌が悪いのはね、深夜2時なんで僕は悪くないです。言い訳だけしときます。はい。で、6階層、ここラストですね。ディオス使っていきます。はい。で、ここまではもう完全に、2から6階層まではもう完全にね、脳死でパズルできます。で、7階層ですね。これ一応ディオスの場所なんだけど、例えば天狗にシルビ継承とか、もはやもうシルビそのまま直入れとかでも OK だし、ソニア直入れとかでもいいし、てか、そっちの方がいいか。ソニア直入れとかね、シルビ直入れとかでも OK です。あと、ゼラ直入れとかね。でも OK。でもいいし、単純にディオス使っても OK。で、パズル自体はもう一緒で、木の2コンボ、プラス盤面を6個以下にする。なんでまあ別にね、ソニア使おうが、ディオス使ってこんな風にね、6盤面でパズルしようが、どっちみち変わりません。で、カラットエンハンスの場合は別に列はいらない。ただ、カラットエンハンスじゃない場合ですね。カラットエンハンスじゃない場合っていうのは、列を組んでもらいます。まあ、フリーアですね。フリーアしかできないんだけど、フリーアの場合はね、しっかりと列も組んでください。まあ、ドラゴンキラー振っとけばね、列いらないんで。はい、よろしくお願いします。待って、嘘じゃんここでか、あー、大丈夫です。はい、そりゃそうですね。はい、ラスト、B 側のね、天狗に継承しているソニア使います。まあ、シルビー、ゼラなんでも OK です。はい、使ってあげて。はい、で、機能2分割してあげましょう。まあ、こうしてあげればもうね、確定で機能2分割組めるんで、あとはしっかり盤面をね、6個以下にしてあげる。木の2分割かつ6個以下ですね。で、組んでもらえればね、このように余裕でオーバーキルですね、今の列組んだんで。という感じでね、周回できる編成となっております。まあね、非常に効率も悪くないですし、いろいろ副産物も美味しいんでね、周回してもらえればなと思います。という感じで、今回の動画を終わりにしたいと思います。よろしければ、チャンネル登録と高評価、お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。